しくと言われました。思わず涙がハラハラと頬を伝って落ちました。そんな二人じゃないのです。そんな二人じゃないのです。クラブのキャプテンで、あなたは一年先輩よ。密かに私が初恋と心に隠して決めた人。愛していますと日記には書いているほど好きだけど。